与田氏与田氏は、日本の士族。尊貴文脈によると、姓は源氏、ただ源氏万海流、源の三中の弟。与田は、品の国地下型軍、与田層に由来する。源の三陸海の創孫、玄亀大焼けが、品の守るとなり、現在の長野県上稲郡美濃和町を上の平に、館を構え、主に南信濃に広がる品の源氏の祖となった。 与田氏の祖はため公やけのむずを、与田六郎をためみとされ、東信濃の昭権軍に与田城を築いて、本拠地とした。この説では、口述する、源義仲との関係が不明。また、ため実の子、与田次郎みのぶは自称四年、1180年、源義仲に与田城を明け渡し、義仲は与田城にて挙兵する。 与田氏も他の信の武士と共に、源の義仲軍に加わり上京するが、源の義仲の敗北と共に没落。与田将を失って一族は各地に散ったとされる一部は、近隣の飯沼の地に残留して、飯沼氏と称した。与田氏と義仲については、初代の与田ためのの母が、源の義方、義仲の父の娘った縁とされる。鎌倉時代の与田氏については、 詳細が不明なままとなっているが、南北朝初期、1330年頃、日田国の与田義種が、与田省を奪回したとする説がある一方で、特捜家の家臣として、勢力を回復したとする説もある。特捜悲観家を唱える説では、昭安2年、1300年に、特捜悲観あるいはおうち人であった、大倉信時と同等の扱いで、与田五郎左衛門ゆ森が、 鎌倉幕府執権の使いとなって、九州へ出向した史実に重きを置く。特捜機関課の端緒となったのは、与田助行が上級の乱において、幕府側に組みした史実が考えられる。特捜機関、大内人の意向によって、三大将軍、源佐根友から自童に任命された模定義士の本領安でとされていた、与田将が再び、与田氏の支配下に戻った。行森の弟、 長行は、官兵、中塚さ進を授かり、鎌倉幕府の奉行衆、表情衆を務めた。南北朝時代から室町時代にかけて、与田氏から、幕府表情衆、奉行衆、奉行衆に少なくとも9人がついている。足利高氏の代においては、与田中塚さ大部入道元義、幕府奉行、左門の城、貞行幕府奉行、足利義明、 足利義満の代には、左近大部寺朝、兵上集、足利義持の代には、左右門の大武集、幕府奉行がついており、その後は、中塚さ進む集長、幕府奉行、中塚さ進む怖さ、幕府奉行と続く。方向集には、与田九郎、ヨダ孫九郎がついている。幕府の養殖に命ぜられるのは、堅務2年、百三十五年から、文明年間まで続き、 与田氏は財布と在地に分かれることになる。室町時代前後から、在地の与田氏は、作軍に進出していく。平尾、平原などに進出し、平尾氏平原氏等を名乗った。品濃氏後、小笠原氏の分流である、大石に重心した影響によるところが大きい。大石が作を所領していたためである。ただし、与田氏の作軍、足田への進出をめぐり、 大石に重心した時期における論争がある。在地の与田氏が大石に強順したのは、影響8年1436年に、小笠原氏、大石との戦いに敗れた後とする解釈がある。その一方で、幕府八大将軍、足利義政が発した御教書をもって、与田氏の足田進出の時期を判断する立場もある。足利義政の知りしたところの、 足田氏物守るは、与田氏の同時期の系図、系府には存在しない、影響元年、1429年には、鎌倉時代より続く、大井北家堂の先達職に、与田氏が就任していた、党の史実に裏付けられた上で、品野守護小笠原氏、大石氏の陣営にあった、与田衛門上京校が、影響8年、1436年に、足田に進出して、足田氏を名乗ったとする。 これによれば、与田氏は、財布での地位をとするような、足利義政の不況を買う振る舞いはせずに、大石との関係を良好に保っていた。足利義政の命を受けて、品野氏護小笠原氏、大石陣営が戦ったのは、重野氏の流れを組む、足田氏、運野氏、根津氏であった。与田省から、足田郷に入部した、与田エモン教皇の子、備前守三則から、 足田姓を称するようになった。その小江門太夫公元には西があり、前妻との間の子供である長子の左江門の太雄公元のほか、五妻との間に第二子の義元がいた。五妻は我が子、義元の家督相続を企て、公元を御岳道場に移した上で、乳母と家臣の伏せ、小平漁師の手で文明9年1477年に暴殺した。 足田城内における相次ぐ事件を受け、義元は、高原の霊を供養するため、足田、御武堂二つの領内に、与田大明神を混流した上で、偵発し仏門に入り厳久沈みと称した。義元が没した、天文六年、1537年に、家督を相続した、長子、新守は十歳に満たない幼少のみだった。天文十年、1541年5月、 武田信虎は、諏訪頼重と共に証券に入り、雲の平に、根津、雲の内、真田氏を追った。武田信虎は大軍を率いて、作軍に侵入し、土豪や武将を降伏させた。諏訪頼重は、木と足田城を攻略し、幼少の紳士を諏訪に連れ去った上で、真珠沙汰。翌年の天文十一年、1542年、諏訪頼重は、信虎を退けた。 武田晴信によって滅ぼされた。新守は天文十八年五百四十九年、居城を足田城から春日城に移し、永六三年五百六十年に武田氏へ正式に侵入した。武田氏は作軍平定後に東北市などを制圧し、さらに西上野に進出した。武田信玄は永六九年五百六十六年、 北条氏に備えるために、武蔵国境にある、上野国の城防寺を、足田新守に与え周辺を地行地とした。武田三大軍旗等が示す通り、下野主神守は、武田氏の有力な品の先方集となった。武田氏は、筒子笠機間の周辺に、有力な国人、土豪を屋敷地を与えて住まわせており、下野主神守も屋敷を構えていた。その他の与田流の武家では、 愛き与田一兵も屋敷を与えられていた。二万五千の兵を率いた武田信玄は、元気三年、千五百七十二年、新州経由で徳川家康所領の東東見へ攻め込んだ。武田信玄の別動隊は、美濃に侵入し、織田信長法の要衝である岩村城に迫った。別動隊の将であった秋山信友は、上将、東山影塔を退けた後、 影党の未亡人を妻にした。未亡人は、信長のおばであったため、これを聞いた信長は結婚し、一万の兵を率いて、出陣した。内五千を、岩村上奪官のために向かわしたが、将である、東山影行は、七百の山目勢の足田新守る、足田信重親子の前に敗れた。足田親子は、傾向の死給を挙げた。新種の子、信重の代に、武田氏が滅亡。 当時、駿河国の田中城にいた信重は城を明け渡し、徳川氏の日ご下に身を寄せる。本能寺の変により信濃の織田勢力が和解し、旧、武田領が徳川、北条、上杉の争奪地となると、天正人後の乱、信重は当初は、ご北条氏に属し、その後徳川氏に属して、佐久地方で活躍。当初北条方であった。 真田正幸を徳川方に寝返らせる等の功績で、作、諏訪の二具も与えられ、小諸上代となる。しかし、作で唯一残った北条方の岩村田大石が、立てこもる岩を白攻めで、弟、信行と共に戦死を遂げる。徳川家康は、天正十一年、1583年に信重の、着難、竹、福丸を、浜松城に呼び、 松平政を授けるとともに、忌味である、安氏の一時を与え、松平玄十郎公国と名乗らせた。重臣である、大久保七郎衛門忠代,代を、十四歳であった、公国の貢献役とした。このため、公国以降を、与田松平氏と称する場合がある。大久保忠代の貢献を得た、公国は、最後に残った北条司法の小諸上代、大道寺正重を攻略し、退けた。 佐久地方は平定し、家康は松平康志国、与田公国を小諸城主とした。公国は佐久の本領を六万国に加え、駿河二万国、海野国二万国の合わせて十万国の大名となった。家康は公国の常備軍として、与田肥前神に四十七期、足軽二百人を不死十日山城に置いた。公国は天正十三年。 1585年の第一次、上田合戦で偉人を果たすと、マリコ城攻略に手柄あった。広国は、大久保忠代よまたは、その代理である弟の彦左衛門忠隆の貢献を受けていたが、天正14年、1586年に、徳川氏と真田氏の和睦が成立すると、大久保氏は、策から退き、広国は、徳川氏参加の国衆として、 作軍に一円支配を確立した。天正十八年、1590年には、愛奇白岩に挙兵した、与田野と、友のカリを破り、友のカリの支給を取った。討ち取った、騎馬数は380に達した。家康の命により小田原聖伐で、上野国に出陣し、西間騎城を落とす。総大将であった、豊臣秀吉は、徳川家康宛の書状で、 広国の働きによって、品の衆を打ち取ったことを称え、家康からも言葉をかけるようにと記している。同年、広国は、石倉城で戦死を遂げる。広国の死後は弟、幸誠が家督を相続し、徳川家の関東違法に伴って、武蔵国半沢軍と上野緑野軍に三万国を与えられ、藤岡城主となる。それに先立つ天正14年。 1586年、徳川家康自ら、福地よまる、孔誠の髪を整え、松平聖、忌み名の、安子、腰物、髪道具等を歌詞し、剣服させた。豊臣秀吉は、孔誠に、豊臣聖を与えている。しかし、関ヶ原の戦いを控えた、慶長五年、1600年1月23日、大阪の領宿で移行していた際、 同僚の小栗三助なる者を喧嘩口論の末に殺害してしまう。これが原因で高野山に湿居し、藤岡藩三万国は改役。徳川家康の次男、結城秀康のもとにお預けとなる。結城秀康は越前福井へ封じられ松平秀康となった。孔誠は松平秀康に仕えることになる。この頃、秀康は家康の命により、 上杉影勝と退陣しており、下屋国宇都宮において、孔誠を召し出したという。与田ヤ信は、松平政をはばかり、母方の加藤政を名乗り、加藤康弘と改名し、越前国目本五千国を与えられた。子孫は、足田政を名乗った。福井藩内での価格は、筆頭画廊の越前府中本岳に次ぐ、十六夜を示す上位の高知席だった。また、 元画九年、1623年に死去したと言われるが、作詞やた、旧南五木浅品村の与田氏は、長野県屈指の地主であり、農地開放が実施されるまで、長野県の高額納税者一位の常連であった。八幡の与田氏は、千円門を通称として、塩素は、小室城主与田氏の諸子の一人であった。小室城主与田氏が、城主藤岡城主となった際、 これに随重せず土着機能した。元禄十五年、1 7百2年から維新まで、小室上主となった牧野氏から馬上を許され、総社格の格式が与えられた。また、与田氏の邸宅に、たびたび藩主、牧野氏が立ち寄った、小室領内旧家録等。与田千円門家の江戸時代を通じての文書約一万点は、現在早稲田大学図書館に、与田家文書として保管されている。 与田仙左衛門の家は、仙衛門家の分家である。藩主の国外に随従しないことを例としていた、小室藩の五条番組の番子、卒族にも、与田政が参見される。闘神で足田を名乗った武将は、茂野氏系と与田氏系に分かれる。茂野氏系の足田氏は、鎌倉時代から、作軍足田に館を構えており、その系譜は、茂の茂氏大蔵と、厚江。 またサブロを試芸ポース総工を、森博、足田七郎森忠美前市長を、下野守氏久となる。影響元年、1429年、室町幕府六大将軍に、足利義政が就任すると、鎌倉久保、足利持氏はこれに反発し、関東官令の上杉県具の磯めにも耳を貸さずに、幕府に対する決戦に備えるため、鎌倉に味方する。 東国武将に下事情をもって、出兵を促した。重野系足田市の下野守もこれにこし、関東出兵のため、小さ方軍芝生田まで兵を進めた。これに対抗したのが、品野守護、小笠原正康の祖からの分流である、大井越前守持ち光だった。この噂を耳にした、将軍、足利義政は、ご教書を発した。大井越前守と、 足出し者守る不快のこと、かるべからざるこう。早々和睦すべきの胸を押せ出されこう。よって、東国の面々ご教書なされ候動あんぬ。もしなおこといかずんば、みの、越後のごせ差し使わさるべきのよし、さたもうすべくこうの段下たく押せ含められるべく。こう以上二月十七日影響七年小笠原ん、足利義政正かを。しげの家足出しは、将軍。 吉政の朝廷案を一周し、柴、幾田氏の協力を得て、柴幾田城、別府城の領城に立てこもり、幕府が後ろ盾となった、品野守護、小笠原正康、越後守護、長尾国家大井持光の連合軍を迎え撃つ体制を取った。小笠原正康は、四代衛門上京港と、高江軍、井上一族の米持次郎公園をもって、 しげの足出しを攻略し滅亡させた。与大門上京校の子、備前守三則から足出世を称するようになり、信茂の父、下野主心守るまで着流だけが足出、傍険は与田姓を名乗ったが、信茂の代から与田姓を使用した。平安時代中期鎌倉時代中期太戦は実施、細戦は要使、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。